実はですね、信じてもらえないと思うんですけど、かれこれ、村を探して10時間ぐらい旅してたんですよ。そしたらついにですね、ドゥルーン、ついに村を発見しましたよ、皆さん。これは絶対村でしょ。言うたらみんなこれでしょ、これ。これ求めてたんでしょここは完全に村だよね。俺もここ村じゃなかったらほんと切れるよ。この前の、 あれは、あれだったらしい。魔女の館っていうところらしくて、魔女の家か。危ないから近づかない方がいいですよって言われてたんで、まあ、近づかないようにしてずっと探してたんですよ。ようやく見つかった。これは村だ、完全に。これ拠点にしたいと思います。何愛し合ってんだ、てめえら、畑の上で。踏むんじゃねえぞ。おう、こんにちは。挨拶してくれるお今日から進みます。よろしくお願いいたします。お塔があるちょっと、あれだな。探索するか これのも全部買ってってこれを攻撃したらどうなるんだろうえなにこれ皮エメラルドに交換できるってことこれエメラルドは何がいいのかわからないからいいわこれ腐った肉40個でエメラルドかうんわからないなエメラルドはまだそういうレベルに達してないからじゃあ待って寝ようか寝たらあれだよねここがリスポーン地点になるはずだからちょっとちょ寝床ないの寝床ちょ俺の分はちょ俺の分俺の分 おい、出て行けおい。よし、これ、俺の家だ。よし、いいだろう。素晴らしいじゃないか。ここにベッド、敷けない敷けないここに敷けないここおっしゃ寝たオッケーというわけで、これから確か、確か、おい、入ってくんじゃねえ人の家だ。おい、どけ。おい、おい。いや、むしろ俺が出されてる、これ。やばい、やばい。出て行け、出て行け。がっ、あー、違う,違う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 。待て。 ガチャよっしゃ、来たよっしゃ、来たーそういえばさ、今いい押し、これ誰だ今更だけど、このスキン誰なんだろうねこれ。このデータあれなんだよね。なんか昔に一回だけ、あスプラトゥーンや、スプラトゥーンじゃない、これ。マインクラフトやったことがあって、その時に友達からもらったデータなん、ドアーもういいよ共同ですも三人ですももう。その時に、この、 えー、スキンもらったんだけど、これ、ね、変更ってどうやってやるんだろうね。ちょっとあんまりわからないんですけど、まあ、ちょっとあれだね。マインクラフトになれるまでこのスキンでいきます。もうキャラクターも誰かわかんねえけど。適当に人んち入って入って繰り返して。これ柵だ。柵ってどうやって作るんだっけ柵作りたい柵。待て待て待て、おいどけ。ちょ待て。ちょ、クラフトだ、クラフト。オレンジどこだいや、もうここ、え、ここの方がよくね。1LDK にも満たないけど。 ええ、これ、さっきの家、ちょっと待って、さっきの家、もう完全に村人が出ていけって感じになってるから、ごめんごめんごめん、ちょっとベッド、ベッド返して、オッケー。あれだな、多分あれなんだろうな、出ていけって感じなんだろうな、よそ者は出ていけ、お前ちょっと違う好きにしてんだろうみたいな。仕方ね俺はこっち行くよ、ここでいいよ、もう。あ、ミスった、あ、ミスった、ベッド置きたかったんだ、ベッド。 ああ、完璧。あとドアだ。ドアを作ろう。ドアあったはず。きたー。ああ、完璧だ。オレンジができた。でも段差がだリーな。この段差くれないちょ、この段差もらおう。よいしょ。よし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 。お前にやる段差はね、こう。これでよくないああ、いい感じ、いい感じ。で、これも邪魔だから、これ溶けて。なんだなんだ、文句があるのか ここは俺の家だぞ。これで、ああ、ここもう一個欲しいな。もう一個欲しい。あ、でもこれで外出るるな。これで完璧だ。よし、これでいいだろう。とりあえず自分ちは確保した。入ってくんなよ。社長。完璧。えー、広いな。ちょっと探索しようか。全部に村人いんのかな。これ何テーブルん何何これ わからん。いいか。ま、あとで調べよう。クリーパーとかって入ってくんのかなこれ。あれはなんだあの塔は。これなんだ敵襲、敵襲みたいな感じかなアニメとかでよくある。敵襲だー逃げろみたいな。あで、よいしょ。魔女とかじゃないよね。全員村人だよね。よし。よーし。上まで上がろうか。うお絶景なり わあめっちゃ綺麗マインクラフトって上どこまで行けるんだろうこれもうセーブしたよね。やってみるどこまで行けんだろうこれ。あ、来た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 建築コード限界は256ブロックです。 豊川ことは、これが限界ってことか。皆さん、これがマインクラフトの限界だそうですよ。空の。うわぁ、霧がかかって綺麗だなでも俺、これで、どうやって終われたらいいんだろう。で、シフトキーを押しながら前出たら、あれです。落ちないってことを、あれです。教わりましたけど、これもうどうしようもないな。え、セーブされてるよね。おーし。飛び降りるか。

落ち着けさっき来たところ行けばいいだけだから簡単ですねああ簡単簡単言うたら <laughs> ベッドが塞がれていますだとそんなバカなうわなにこれなにこれえ誰びっくりした本気で今鳥肌立つったなんだお前えいと あびっくりした、雲か。よかった、攻撃されたのかと思った。本気で鳥肌立った今。怖かったー。もう逃げよう逃げよう。逃げよう逃げよう。本当に逃げよう。怖い怖い怖い。本当にこっち見ないで。来んな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 ちょ今それどころじゃない。相手してる場合じゃない。ちょっとや,やばい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 。ちょ、本当に体真っ赤。うわ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 。頼む。入れ。来た。違う。そこ。おーい。 えっモンスターが近くにいるため眠れませんだとはっ <laughs> <laughs> え,えちょっ開けるな開けるな開けるなマジ開けるな。

朝に乗ったら全滅するとかないよねいややばいちょっと待って一旦セーブしてタイトル戻ろうやばいかもしれないいやーここかよ <laughs> 待ってこれ村人やられてんじゃない や、やばいお前は出るな開けようもう開けるしかないしょうがないこれリスポーンしよう今の大丈夫だったのかなあようやく朝迎えたあ朝迎えたよ大丈夫かな村人たちえ、てかどうやって行ったらいいんだろう大丈夫かな怖いなあ 朝になったらモンスターいないのかなもうやだな。村人全滅してなかったらいいけど。であれ絶対さ、殴られてたよね。ゾンビたちに。村人絶対抵抗しないもんな。あのか、温厚そうなやつらだったら。どっちだっけてか。迷子だこれ。もう、迷子になってしまいました。スタミナもないし、体力もこんだけです。世界一、マイクラ界で 悲しい男だと思います。10時間村を探し続けて、バカなことをやって、落ちて、死んで、リスポーンできなくて、そして帰ったらゾンビに大量に襲われ、そして今に至ります。そして目の前に広がるのは、なんと、ジャングルです。もう、どこから来たのかすら分かりません。うわぁ。 お疲れ様でした。今回の動画はこの辺で終わっときたいと思います。ああ、あの時バカなことしなければな。今日の占い1位だったんです。許してくださいよ、神様。